ちフレンドパーク、イエーイ。はいはい、すっごい胃が持たれてるというか、すごい感じ、いい感じなんですけど、今実はホテルのバイキングが、ホテルが結構ねいいところなんですか、いなんで バイキングちょっと足りすぎちゃって、ちょっとね結構出てるんですよ。わかります、大丈夫、かわいい、大丈夫OK? まあということでね、はい、皆さんこんにちは、パチンコ攻略マガジンのポコミです、この番組は私ポコミがパチンコパチスロライターの方と仲良くなりたいという願望をコンセプトに、いろいろな信頼を実践していく番組です。さらにこの番組ではただ打つだけじゃないんですよ。ピースしちゃった、こうやってやろうと思ったのに、はい、ないんですよ。なんと私ポコミとゲストの方の今欲しいものをかけて実践していくんですが、その欲しいものを視聴者の皆さんにもプレゼントしちゃおうという太っ腹企画になっております。はい、じゃあ早速今回第5回目のゲストの方をお呼びしたいと思います。こちらの方です。はじめまして。おはようございます。おはようございます。なんか胃がもたれてる感が全然ないけど。ないですか、うん、すごい頑張ってます。いや元気だね、朝からね。あ、本当ですか、ありがとうございます、いやよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大先輩のそれだけおっさんということで。いやいや、そうじゃなくてもう本当にもう今まで多分お会いした方の中で多分一番大先輩なので、結構もうどうしたらいいかなって緊張してるんですけど、大人の男の、はい、あと色気、はい、ね、教えてあげる。ポッコポコにしてやる。ありがとうございます。いや嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。ポッコポコにしてやるよっていうのをたまに言ってるんで、なんてお呼びしたらいいでしょうか。なんか中竹122で、はい、フルネームで言うと、はい、自分でも舌を噛むんで、はい、中竹122でいいです。な略してな。なさん、じゃあ頭をたけちん、たけちん、たけちんいい響きだね。たけちんでいい、ポコタン、たけちん、ポコタン、いい、可愛くないですか、ポコタン、たけちん、え、そこっていいですか、なんかすごい大先輩なんで。いいですよ、全然。え、大丈夫ですか、たけ、男だったら許さないけど。たけちんで、じゃあ呼ばさせていただきたい、いただきたいと思います。もう、急速に加速したね。いや、本当に2人の仲が、おそうなんですよ。実はね、かけていただいたんですけれども、はい、今日のね、実践機種が、はい、なんと CR009 リサイボーグなんですよ。なんで加速、キーワードは加速、キーワードは加速しちゃうぞということなんですけれども、うん、まあ今欲しいものをね、ゲストの方に聞いておるんですけれども、ええ、欲しいものは一体何でしょうか。何でしょうか、まあ、あんまり加速しないようにするための、はい、器具でございます。まあこれはですね、安全運転を促すための機械でございます。あ、捕まらないように。いや違います、捕まらないように頑張る、速度超過をしないように心がけるための。あ、そうですか、はい、安全運転をするためのやつですよね、はい、その捕まらないとかではなく、そうなんです、加速しなきゃいけないんだけ ど、まあ加速も抑えなきゃいけないこともあるよということですね。ということです。普段加速されてます、まあ、もうビュンビュンだけど、だけど必ずもらえるわけじゃないんです。視聴者の方も勝ちますよ、私も。そうなんですよ、こちらなんですけど、まあ、ゲームっていうのはまあわからないとして、ここはわからないんですけど、とりあえず最後に、ゲームをしまして、内容は明かせないんですけど、それは2人の合計定まによってゲームの難易度が変わりまして、で、多分こうプラスサダムが多いほどゲームの内容が簡単になって、はいはいはい、そのゲームをクリアするとその欲しいものをゲットできて視聴者の方にプレゼントできるという仕組みになってますので、じゃあマイナスだったとしてもゲームさえクリアしてしまえば、そうなんです、言っちゃえばそうなんですよ。なるほど、難易度が多分難しくなるだけで、全然、まあ、どういう結果であれ可能性はあります。了解です。じゃあ、はい、とりあえず目標はプラスサダムまで行きたいと思うんですよ、はい、やっぱりゲームクリアしやすくしたいので、お店的にもさ、なんかもう並んでる人みんなキャンプしてるみたいに、そうなんですよ、並んでたんで、ちょっと座りやすい椅子、うん、キャンプの椅子みたいなの持参されてるんで、ね、多分もうバーベキューとかやってるはず、あれ昨日の夜とかでもね、そんな感じの雰囲気なんですよ、本当に、うん、私もあーと思いました。そんだけ期待できるお店ってことでしょ、うん、そうなんですよ、うん、
はい、じゃあプラス佐藤も2人で出さなきゃいけないんですけれども、はい、普段たけっちんってスロットされるじゃないですか、はい、パチンコって打たれますか？最近はね、あんま打ってないですね。あんま打ってない、あ、でもたまには打たれるんですね、うん、あのハーデスでやられまくった後に、はい、一撃狙って打ったりするんだけど、まああんま回んないお店が多いじゃないですか。そうですね。なんで、まあ、諦めちゃう。まあでもそうですね、マックスとか打たれますね。何でも打ちます。あ、本当ですか？何でも打つけど、演出とかはあの頭に残ってないです。あ、私もあの勉強したりとかする機種以外は全然見てないです、うん、球の動きとかばっかり見ちゃって。もうね、赤でも今もう青みたいな扱いなので、はい、結構空気の、はい、あの演出はありますね。もう、うん、どれも似たり寄ってるじゃないですか。そうですね、まああまり言えないですけど、まあそうですね、おじさん的にはちょっとね、ついていけないんですよ、今のトレンド。いや、私も今のトレンドはそんなに好きじゃないです。声を大にして言った。そんなに好きじゃないです。ただ、でも今回打つ009は、うん、私は個人的にすごいあの打ってみて好きだったので、うん、はい、ちゃんと赤も熱いので、ね、はい、なので、ちょっと楽しんでいただけるかなとは。そうだ、009って言ったらなんか赤のイメージじゃん、服とか。服とかはそんな色ですね、うん、それは頑張ってほしいですよ、赤に。そうなんですよ、じゃあ、行きましょうか。はい、バッチ忘れてた。バッチそれ、ね、ずっとね、欲しいなと思って見てたんだよね。え、欲しいですか？これ、ちょっと穴開けてもらっていいですか？あ、あ、いい感じ。あら、また急加速しちゃいましたね。ちょ、2人の距離がかなり今加速。イエーイ恥ずかしい、はい、お腹が邪魔であんまり近づけなかった。はい、ありがとうございます。はい、ということで実戦に行きたいんですけど、最後にこうなんかいつも実戦に行く的なやるんですけど、はい、加速装置ですね。加速装置を、ね、この辺光らせてください。この辺光らせる、うん、加速装置って光る。加速装置って言って、はい、はい、そうですよね。光るかな、光んない、まあ、それはあのハイテクを駆使していただいて、あのなんか編集でどうにかなると思いますんで。めんどくさーみたいな。はい、まあイメージでじゃあいきますか。イメージでいきます。いくよ。はい、くさーくさーくさー。早速実戦の方をスタートしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。楽しみだな。突っ込んでよ。あ、もう私、あ、あ、これさ、あの隣の方にあの出ちゃうんで、たまスロットと逆。スロットこっちですもんね、確か。そうですね、私あの全然スロット打てないんで。あ、なんか懐かしいな。久しぶりですか？久しぶりですよ。行くよ。行きます。はい、すみません、思いっきり負けちゃうんで、激負けしちゃうんで、あのこっち、はい、ぶっ込み、ぶっ込み、あの左のぶっ込み狙い、ぶっ込み狙い、はい、ちょっと強いですね、はい、はい、ぶっ込みねえよ。あ、この辺ですか、この辺のほら、こう4本点滴があって、はい、あ、最近の台はなんかあんまないんですよ。おお、テレビでけ、テレビって言わないですけど、そうです、画面がやっぱでかいですね。この図柄もすごい大きいですよね。なんかちょっと 3D っぽいですね。あ、そうなんです、今回裸眼で 3D 演出が見れるっていう。ああ、ちょい出てきますんで。裸眼で裸裸の目で見れますんで。ああ、なんか前回水着負けたら水着になるとか言ってたけど。そうなんですよ、なのに最後に逆転しちゃったんです。あれって毎回じゃないの？いや、毎回じゃないです。あの時だけなんで、今日は絶対やんないです。やだ、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 やだ。やだ。そしたらすごいパワーが出てくると思うんだけど。いや、私は逆にパワー減っちゃう。いいんです。あの、視聴者のためですから。本当に言っちゃうと、本当にやんなきゃいけなくなるから、絶対言わないって決めたんですよ。ノリでこの前言っちゃったんですよ。ファンサービスですよ。いや、正直でも私水着全然ダメですよ。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。本当にがっかりするだけだと思うんで、本当にそう思いますもん。
まあ、仮にがっかりするとしても、はい、それはそれでいいんです。それそれでいいんですか、ええ、私はすごく嫌なんですけど。大丈夫です、がっかりしないですから。そうですか。いやでも約束しませんから。ノリが悪いとか言われても、どんどん悪くて言われても私ちょっと気合い出ないな、それじゃあ。いやよ、言わないもん、言わないもん。ノリ悪いかもしれないけど。なんだこれ、なんだこれ。あ、それはリーチなんですけれども、期待できないリーチで。そんなに009っぽくないぞ。あ、これは今回の映画で出てくる女の子で、デート3まで行くと、まあ、チャンスですね。基本は あんまり期待できないです。私らもまだデート1ですからね。まだ1、デート1、まだ1ですね。デート4ぐらいまで行きたいな。ちなみにスペックが、あ、オータル確率215分の1のライトスペックなんで、VST 確変なんですが、はい、通常時へそからの入賞での、VST 突入率はほとんど低いです。ほとんどが通常なんです。はい、で、そうなった場合は時短100回ついてくるんですが、はい、その100回で大当たりを引けると VST 突入と。じゃあ100分の、あ、違う、215分の1を100回転以内に当てられれば。そうです、加速しちゃうと。そうなんです。なるほど。加速しちゃいます。加速ラッシュに入っちゃいます。あーはーはー。で、なんと加速ラッシュに入っちゃうと継続率約 90%。あら。そうなんです。太っ腹。そうなんです。出口が狭い分、そこら辺はもうすごいことになってて、ST の100回転なんですが、もう大当たり確率が43分の1と、はい、いうことなので、まあ平均連チャンが10回ぐらいですかね。あらららら。さらに結構そういう高継続率タイプってちっちゃい出玉、うん、500個ぐらいの出玉だったり300個ぐらいの出玉を積み重ねて大量出玉にしていくっていうケースが多いですけれども、まあニューギーさんでいうと単下車線にスペックに近いんですけど、単下車線と違うところが今回その最大出玉1回の大当たりが2000発もらえる大当たりもあるんです。昔の台みたいですね。あ、昔の台、昔の台2000発とか出たんで、3回権利とかですか、じゃなくて。いや、普通のデジパチでも1回の当たりが、はい、最近そうなんです。最近のパチンコもまた2000発で取ったり2400とか。それは嬉しいですね。そうなんです。高継続率タイプでこれはすごいので、いろいろと演出が今回たくさんあるんでいろいろなこと起こるんですけども、まあ、要は疑似連4回まで行くと当てて、あとは色ですね。赤はまあリーチ中のチャンスアップとしては熱いんですけど、通常時出てきた部分場合はまあちょっとチャンスぐらいなんですよ。金色の演出があるからもう熱いです。あとは、ニューギーさんでいうと激アツ柄の蝶柄、はい、あるんですけれども、それが出るともうかなり熱いです。で、まあ、009にかけて9大激アツポイントみたいなのも、激アツエースみたいなのもあるんで、もし出てきたら。9個もあるんですか。はい。あー、太っ腹ですね。ちゃんと出てくれたら本当に熱いで、うん、見るところが何箇所かで、はい、いいですかね。そうなんですよ、うん、本当今上フラッシュ赤だったんでチャンス。イワンが目覚めると激アツ。何が出るかしら。全然ない覚醒連続予告。もう2回目ですね。ピュー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 言ってるぞ。チャンスですね。ただもう1回言ってくれないとダメです。よし、ギリさん。うおギリ4で、ゼゼルライン覚醒するんでそこまで行ってほしいですね。もう1回行ってほしい。もう1回、あーもう1回行けなかったですね。もう1回行けば熱かったんですが、この時も、あ、今フラッシュアッパーチャンスアップ。ここで加速が出てくると、熱かったんですが、赤背景チャンスアップ。
これジャック系のリーチなので発展するかどうか、赤テロップでチャンスアップで、ここでさらに、サバイクションで違うリーチが展開されている今みたいな、これもチャンスアップです。これ緑カットイン弱いですね。やっぱり赤咲いてても欲しいです。緑赤あります。お、ここは止まって、これはストーリーいっちゃうのかな。あすごい、あすごい、なんかすごい、これ来ましたよ。これストーリーいきます。あー、ドバイ激走は、2番目か、3つある中で2番目、中くらいの信頼度ですね。で、カットイン、最後のカットインが、あ、今離れたのもチャンスアップです。うわ、加速してるよ。加速してます、めっちゃします。うわ、すげえ。爆風が来てるんで今、後ろから。本当に来てるの。後ろが来てますよ、これやばいの来てるんで。来てる今こっから来てたら相当やばいです。あ、これは大変だ。カットインなんですが、ここでこの戦闘服バージョンは熱いです。あとは全員集合、ちょっと熱いです。全員集合どうかな。でドキドキしてきた。こっからドキドキなんだ。ちょっとドキドキ、ちょっと当たるかもしれないっていうドキドキ。お願いします。あ、当たった。スタンディングありがとうございます。やりました。早い59。あらららら、ちょっと嬉しい。ちょっとゲストをもてなしてくださいよいや、ゲストの方毎回大プラスで終わってますもんね。お、そうなんですよ。私揚げマンなんですよ。揚げマン、はい。あ、それはもうぜひお手合わせ願いたいです、はいはい、図柄で大当たりしたので出玉あり5ラウンド、通常ですね。旧図柄以外の大当たりは5ラウンド通常で電サポ、時短100回になります。逆に旧図柄で当たっちゃうともう直行します。激アツの大当たりです。2つのゾーンを選択できるんですが、これですね。私このミサイル撃破チャンスゾーンに行きたいと思います。来ました。この時代3回で引けるかどうかが一番大事なので。あれもう終わり、5ラウンドなんです基本ここがスタートなわけね。そうなんです、ここからなんです。あ、赤ホール、赤ホールチャンス。あ、すげえ。あ、金シャッター熱いですよ。赤ホール 40% くらいありますよ。おい、頼む、頼みます。まだ90回転くらい残ってるのにもったいないよ。今当たったらもったいないよ。もったいない早く当たってほしい。はい、シャッターでチャンス。これはズレズレないの神以外が一番熱いリーチです。しかも赤一番熱いの来ました。これはこれはありますよ。これで外れたら帰っていいよタケチンは、タケチンどこ？あ、打つ。一応二人で頑張りましょうよ。そうね。二人で頑張りましょうよ。ココタンと一緒にずっと打っていたいよ。頑張ります。いやー、さあ、ダメ？大丈夫大丈夫。ダメですか。ダメですか。ダメなんですか。ダメなの。あ、あー、ダメなの。いやショック。いやいやいや、それ一緒にラブホテル入って、はい、え、私そんなつもりじゃなかったのにとか言って、はい、泣かれちゃうような感じ。そうですね、はい、そうなんです。そういうパターンです。抜けちゃう抜けちゃう抜けちゃう。
タイムこれねリーチになればガスあるんですけどリーチになればかなり熱い。なれリーチになれ。しかも真裏ですよ真裏。真裏でしたね。一個ずれとかっていうあれもないんだ。抜けちゃいました。ああ。まあ一応ねこのね100回で当たる、まあ、確率というかパーセントは大体 37% ぐらい。聞いた話というかだと かなりのヤンキーだったって。そういう時代だった時代学生証に、はい、高速にあったのえあのちょっと不良っぽくしなさいっていうそういう時代だった嘘だ本当ですか嘘だ私何でも信じちゃうんですよピュアだからピュアだねいいですね真っ白だねいろいろと白いんで教えてくださいじゃあ俺色に染めてやるよすっげえ汚い色だけどあはは楽しいね、はい、当たってないのに楽しいよ本当ですか、うん、よかった乳銀丸だこの裸眼で見える 3D のパチンコを作った先駆けですよ CR みっちゃんっていうね台をね、はいはい、昔出したんですよ、はい、あれ業界初だったような気がするんだけどなあそうなんですかどのぐらい前ですかもう20年ぐらい前あそうですかCR みっちゃんえ 3D だったんですか 3D でしたえマジですか蜂がね、蜂が立体に見える、すごいですね、20年前でこれそうですよ、液晶こんぐらいだったけど、はい、3D だって本当ですか、すごいですねもう全員集合チャンスですねまだ8時じゃないよじゃないですか赤だ全然期待できます 44% ぐらいありますまあそろそろ当たってもいい頃合いだよねそうですね早速連続予告です ゆっくりですねこちらだいぶ控えめだな俺が回してるんだよおなじみのでも価格を連続ですよねあ、私こっちも速くなってきましたね疲れてきた続いてますねあ、ポイントが高いあ一緒オーバードライブオーバードライブおおこれは赤背景もチャンスですよ戦闘服見てます加速装置出ました出ました激アツです激アツ激アツです加速装置激アツ信用できないこれはタックリーチに行きましたねタックリーチはゼルゼル何か来るかどうかがもうすごい大事ですもう駆けつければ009がもうそれが一番重要駆けつけた時点でもう 50% くらいあります駆けつけて 50% 駆けつければ駆けつけて 50% っていう曲を出そうと思いますどうかな来てればあ来ましたよ全然期待できますあとカットインですねカットイン
言えば赤だと思うか激アツですか。トイ天使とあと蝶柄が出たらもうその時点で大当たりの子。これさ画面が暗くなった時にさ青だ、青か、青じゃない、青じゃない、ここですね、ここ、ここでどうかな。青だと、ありがとう、ありがとう、おめでとうございます。まだよかったですね。まだ初デートですから、これは。そうですね、ここからどうなるかですよ、初デートなんで。まあ初デートでいきなりやっちゃうのはどうかと思うんで。あ、そうですよね。まあ段階踏んでいきますよ、まだ期待してませんから。とりあえずこうラウンド通常で、おりゃー、これ好きなゾーン選択できます。あー、どっちがいいんだろう。ちょっと見せてね、ミサイル、ミサイルですよ。あー、いやいやいや、どうしような。女、女、女します、女。ツルツル3、ツルツル3が主役のモードになります。女、このモードだと、いろいろなことをするんですよ、ゼルゼル3が。おー、まあ、走ったりとか水泳をすると熱いです。ポコタンのがずっとかわいい完全にお世辞ですよね、信じないし。あーあ、終わっちゃう、終わった。ああああああ、あー、終わっちゃった。ぶっこんどけ、ぶっこんどけ、ぶっこんどけ。そうですね、やっぱりそこで終わっちゃった。そこでのあたりは保留での当たりはもちろん家族らしく踏まえてくれるんで。終わっちゃったよ。ちなみにその時間終了後はこのクラシックモードといって電波との絆の演出が楽しめます。彼の攻撃に耐え立ち上がる。もういつも答えてるな。村もあるか。探検隊と連絡が取れないみたいな。村村？いやなんか村があるだと思う。ムラムラ来てますよ。まだでもそこまでムラムラはしてないですけど。ムラムラすることあんの？ありますよ、こんなもん。マジか。だって女はムラムラしないとつまんなくないですか？ねえ、お互いムラムラしてなんぼですよ。そうですよ。私みたいな人に教えてもらわないと困る。ポコタンだって打てるわけですよ。そうなんです、うん、いい世の中になったと思いますよ。私にとってはちょっと死活問題だけど、やっぱりこう、なんだろう、自分のこう、なんだろう、人の美しさがつけれるというか、プロがいいですよね。そうですね、板押しして狙ったところに絵柄が全部止まってくれたら、はい、今頃ね、今頃国1個ぐらい持ってるかもしれない。国を持ってるぐらい勝てるかもしれない。そうですか、うん、やっぱめっちゃうまいですね。もうちょっとこれチャンスなんですけど、チャンスっぽいね。ストーリーいったんですけど、ただ一番弱いストーリーです、これは。詳しいね、一応勉強してます。まだあの全国導入前の代でしょこれ。すごいね、勉強家だね。ポコタンはピッチなんかじゃない。ありがとうございます。勤勉なお嬢さんだ。あ、赤い羽もいいですよ。羽が1回でも出るとその時点でかなりいいですよ。あんだけ赤い羽が飛んできたらいくら募金しなきゃいけないからね。これ金もいいです、熱いですよ。金なんだ、黄色じゃないんだ。 金です。あ、でもここがこの私服が強い、弱いです。ほら、やっぱり戦闘服か全員集合が出ないと激アツじゃないです。ただこのリーチだけでも一応ストーリーいただけで 50% 以上あるんで。お願いします。おお、ちょっと期待裏切らないですね。
ちゃんと当たってくれますね。やっぱ215分の1って現実的ですね。いやー、2回目の初当たりいただきました。羨ましい。なんか私映画見たんですけど、結構イチャイチャしてるんですよ。イチャイチャしてた。なんかこのフランソワーズが下着でこう誘惑してるシーンあって、結構やるなと思って。やっぱほら子供向けじゃないんだよ。結構大人向けだし、結構難しいですし、内容も。ちょ、青堀出てるんで赤に変わってほしい。あ、でも赤系の予告は出てますね、叫びで。お、ジョーフラッシュ、赤チャンスですよ。緑堀、緑堀、赤背景ですね。来ました、神に東映。一番熱いリーチ、神に東映だっけ、神に東映だったあ、ここはでも赤だったらチャンスアップでした。もっと今日2回目ですよ。いい、でなんかなんじゃない長っ復活まだ見たことないんですけど、ダメだね。さっき赤堀でもダメでしたからね。やっぱあの009シャッター閉まったりとか、チャンスアップ欲しいかもしれないですね。無駄な、無駄な体力を。おお、はい、頼む。赤か金だとよかった。もっとちょっと待って、急切配熱いですよ。急切配めっちゃ熱いですよ。ここで直撃ってことはあんの。いやいやえ、待って、レインボー、これもろたんじゃないですか。もろいましたよこれ。シャッター、これもチャンスアップ。いや、これもらったと思いますよ。急切配はほぼもらいで。そこまで言われちゃうと外れるところが見たい。ちょっと待って、これちょっと待って、あ、これは神にトエリーチに昇格したパターンです。いやー、ちょっと待って、しかも、もうこれもチャンスアップ。いや、これ、大丈夫です、大丈夫なはずです。急なんでね、あの電車中の急転廃はもう灼熱です。やったー、ラッシュありましたよ。おめでとうございます。ありがとうございます。むっちゃ嬉しい。すげえ、どんなことになっちゃうんだろうね。30回転目ですね。引き戻しました。の残りの70回転くれよありがとうございます。ええー、の来ましたよ。継続率 90% ですからね。あー、 90% か。ここが V アタッカーになります。いました、 ST 突入です。おいいね、なんかセンサー丸見えなのか、なんか加速ラッシュです。ちなみに加速ラッシュ中はラウンド数がめっちゃ振り分けが多くて、3ラウンドの大当たりがまあ半分なんですが、もう半分は、4ラウンドから16ラウンドまで全部あります。
16ラウンド当たってしまうともうその約2000発のさらに 28% が1000発以上取れる大当たりなので十分1回の大当たりでも大量出たば獲得のチャンスということになります。ああ負ける気がしないね。そうなんです、43分の1の100回転ですからこれはもう連チャンしないと消化がすごく早いで先読みもこれ赤系待ちです全部で保留変化なんですけども保留変化した時点でかなり熱いですね。青でも全然期待できます。緑でも確かも 50% ぐらいあって赤だともうすごく熱い。先読んでますよ。あ、あれこれはですね00ナンバースーパーリーチ001234ならチャンスなんでこれ十分期待できますよ。003なんでマジで。そろそろ欲しいんですけど大丈夫か。怖い。もう70回超えちゃったよ回転。残り243やめて。よし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 。なんだと？これ大チャンスですよ。大チャンス。やばい抜けそう私。うわ。最初の89回転目までさっきの、はい、速当たりメインなんですけれども、残りの10回転は。ディフェンスゾーンって言ってちょっと変動が起こります。あ、当たった当たった。おめでとうございます。超応援中。これは当たりでいいんだよね。当たりです213回転でちょっと竹内に私抜けそうなんですけど。やだちょっと信じらんない。やだなんでやだやだ あれまだまだ開かないの。これはこの、スタール、まあ、リーチになるとスタールのバトルに発展してスタールの攻撃が弱攻撃で初めて期待できるということですね。まあ、リーチにすら発展してないんですけど。うそー本気で。あーそうかな。攻撃耐えるこれダメですね。腰が多い方がいいです。これは強攻撃。まず弱攻撃星4つかじゃないとまず期待できない。
嘘でしょ。タケチン、私終わったんですけど。終わっちゃった？なんてことだ。そんな簡単に終わっていいのか。ガチへこんでるんですけど。赤、赤で先読みですね。おチャンスですよ。激安、激安設計中って書いてます。おお、本当かよ。おお、任せたぞ。いや、背景も赤いですし。一応デーブル3リーチは一番弱いですが、ミサイルだなんて物騒だな。連打003、002、009の順で熱いです。定位置は命中率 69、 いい数字だ。熱くないですけどね、実はでもあははは、じゃないよ。この画面が暗くなった時に自分のアホ面が映り込んでるのが嫌だね。2、1、ラスト。ああ、終わっちゃった。はい、トークコーナーでございます。イエーイ。ポコタンとご飯を食いに来れるなんて羨ましいだろう。ファンドもポコタンファンドもいいだろう。結構近いっていう、ね、ということでね、今回のテーマなんですが、私が個人的に聞きたいんですけど、スロットのもう大ベテランのタケチンの目押し、教えてもらいたいなと。なるほど。すごい上手じゃないですか。私と一緒に暮らせばすぐ英語が上達するみたいな感じですね。そう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 、付き合うと生活と密着することでですね、うん、覚えていくと生活のね、普段の生活の中で覚えていく。え、なんかそういうあります？普段生活してて目押し上手くなるタイミングありますか？それは一緒に暮らさないと分かんないね。え、じゃあ暮らさないと教えてくれない感じですか？教えるよ、いいよ優しいですね。いいよ、うん、どうしたらいいですかね。私、本当に見えないんです。本当スイカとかになってくると、全然わかんなくて、なんだっつったらね、なんだろう、もう最初からある程度見えちゃったの。ああ、そもそも、うん、それがなんでかって勝手に自分でね、過去を振り返りながら分析すると、一言で結論を言ったら、エロだから。え、なぜ？なぜ？なぜですか？あのね、思春期の頃はですね、中学校2、3年ぐらいの頃かな、なんか電車乗ってたんですよ。はい。で、窓の外ボケっと見てたら、駅に着くちょっと前ぐらい、もうスピードが落ちてる時に、ふっと目に入った家の窓の中で、女性が着替え中だったんですよ。激熱。もうプルーンいっちゃって。え、本当ですか？プルーン？プルーンまで？ブルンブルンですよ。はぁそれでそれからもうそういう電車とか車とか乗り物乗ってる最中は家の窓という窓をこう見るように。あ、じゃあ日常で上手くなれるんですね。そうそうそう、それで鍛えられちゃったんだね、きっとね。はぁ、動体視力っていうんですかね。そうだと思う。じゃあちょっと私もエロ目線で今度電車とか乗ってみて、うん、今そんな激アツパターンあるんですかね。いや、最近ね、セキュリティ固くてですよねめったないっすね。ですよね。だから新幹線でも対応できますからね。え、本当ですか東海道新幹線ぐらいだったら、はい、あいつね、あの270キロぐらいしか出さないから、はい、余裕え、じゃあ、え、東海新幹線、秋田なんて小松なんてめっちゃ遅いじゃないですか。
まあそこ入っちゃえば盛岡から先は遅いけど、はい、宇都宮から盛岡の間は320キロだすかね、はい、あ、そんなに出てるんですか。そうだよ、320キロだよ。無理だった富士山早すぎる。でもやっぱね、男の方が上手い人多いじゃん。多いですね。エロだから、ね、ああそうなのか、見よう見ようみたいな、うん、そういう気持ちが女の人にあるから。で、ね、見倒したい、ポコタンのハートを見倒したいわけですよ。もう常に世の中いろんなことが見倒し対象になってます。男って言ってもそうなんですか。私以外皆さん男なんですか。え、ね、だから今カメラ撮ってるのも見倒しですよ。ポコタンのいい表情を撮るために。確かに確かに、うん、イチローだって見倒しですよ。もうボールって見倒しです。そっか、見えるんですか。見倒しっていうのは、うん、こう上からこぼれてきたら見えるから、うん、見えますよ、さって。で、この一瞬のタイミングも分かってないとね。あ、見えても次でもう見失っちゃうから、うん、この一瞬の回転を把握してれば、一回見えたらその次のタイミングで来るって頭で見るから、うん、見れるんです、うん、で、そのタイミング見てタイミング取ってよし、うん、なんか目がずっと合わせてらんない。吸い込まれそうだ。じゃ目力強すぎるって言われる時あって、見すぎなんですかね私。うん、なんか俺ごめんなさい。真面目に言うと、なんか編集部とかにパチスロで転がってたりしない。します。あれを台開けて回してみればイメージ取りやすい。フィルム丸見えになる。フィルム回ってる状態で見ると、こう絵がこう回ってるっていうイメージが取りやすい。上達しやすいんですか。このやっぱ普段はこう見えてる幅が狭いじゃん、はい、だから目で追っかけようと思ってもまず探せないし、うん、追っかけてもここで終わっちゃうし、はい、でも丸見えだったらこう回ってるんだって分かるし、うん、ではこれ見てゆっくり目を見てみましょう、はい、でもこれなしで今の動きしてみようっつって。え、なし？なしで今のゆっくりカクカクしちゃってます。だから動くものにピントを合わせると目玉が勝手にそれに連れてかれるの。はい、確かに。だから私的にはリールにピントを合わせてるだけの感覚。目が連れてかれる。引っ張られる、うん、ぶってちょっと文字に分かんない、ね。はい、そこはやっぱエロ度がまだ足んないから。そうなんですかね。おっぱい見えた時はすげえ、はもうカーッて来たから。カーッて。なるほどね、いい話聞けましたね。どうやって締めようかなって言うんだよ。視聴者プレゼント、抽選で5名様に出演者のサイン入りオリジナル缶バッジをプレゼント。必要事項をご明記の上、ポコパチアットジャンバリドット TV までメールでご応募ください。お願い。行きました。あれこれ金ですよ。熱いよ、激熱ですよ。あ、金だ金。ああ、もうレインボーに怒ってますもん。おー、やったー。おー、サクソーチャーもう灼熱です。そう、熱いです。はい、どうも。あー、ありがとうございます。おー、ちなみに私もやりました。あー、私も安定の旋回転ですよ。パーラー乳銀では乳銀最新機種 CR サイボーグ009リサイボーグを筆頭に、パチンコ全336台、スロット全140台、連日絶賛稼働中。パーラー乳銀の姉妹店パチンコ専門店のパーラー EX でも、乳銀最新機種を筆頭にパチンコ全288台が連日絶賛稼働中。
もちろんパーラー EX も前代パーソナルシステムを完備しておりますので、スマートにパチンコを楽しんでいただけます。さらに両店ともに地域貢献の一環として店舗周辺のゴミ拾いを定期的に実施中。皆様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。ニューギンインフォメーション、ニューギングループ公式アプリ絶賛配信中。ニューギン新機種情報満載のニューギン公式ウェブサイト、モバイルサイトやパチンコパチスロ最新機種アプリ、さらには携帯連動サービスモバラッチョなど、ニューギングループ情報が盛りだくさん。ダウンロードは一切無料。今すぐダウンロードしよう。